こんばんは。12月23日水曜日の夜でございます。平山茂と申します。どうも。大丈夫だよ、大丈夫。さあ、ということで水曜日が終わりました。本当にね、ちょっとテンポ上げていきますけども、あともう2日、木金と頑張ったらね、お休み、そういうこと、あとちょっとです。頑張りましょう。あと2日頑張りましょうね。ちょっと私はですね、ちょっと今日頭痛と喉の違和感というものがちょっと発生いたしました。これはまずいと、これはダメだぞということで、ちょっとね、今日は、仕事終わりにもうニンニクたっぷりのラーメンをまず食べました。無邪気っていうところで、ネギタン塩ラーメンっていうね、それを食べました。で、今車を止めて戻ってきました。今の時刻は何時ですか？9時半ぐらいですね、夜。いやー、とりあえず帰ってきて、ちょっとね、パワーと栄養をね、ちょっと補給したいと。皆さんもね、そういうことをしてると思うんですけども、僕もちょっととりあえず陽明酒を飲みます。陽明酒を最近毎日ね飲んでるんです。あとちょっと昨日昼ご飯を食べてる時に連続で2回口の中を噛んでしまって、このまま行くと口内炎になっちゃうんじゃないかっていうね、ちょっとチョコラ BB を、まあドリンクなんですけど、ちょっと痛いよりはいいと思って、ちょっと悪化する前にちょっとね、このチョコレ BB で直してやろうということで、昨日から飲んでます。タウリン、ロイヤルゼリー、ビタミン B2、B6、アミノ酸、ガラナ、ニンジン、チョコレ BB ハイパー、はい。で、普段私は基本健康管理のために、私はですね、果汁 100% のアップルリンゴジュースをね毎日飲んでます。一度ねちょっと卒業しようと思って卒業したこともあったんですけど、やっぱり体が求めますね。基本冷蔵庫に常にこのリンゴジュース 100% のリンゴジュースは入ってます。ちょっとこれもこれでね、あとちょっと水を挟んで、そんな感じで皆さんもね、体調管理しっかり、まあ年末年始をね、ちょっと体調不良っていうのはちょっと一番まあね、もったいないと言いますか、残念なので、しっかりね体調管理して行きましょうね。皆さんお気づきだと思うんですけども、うちにはコップはありません。基本こういう飲み方してます。なのでだいぶ上手です。で、ちょっと仕事ちょっと疲れたん で今ラーメンで塩っ気のね、塩豚骨ベースのネギたっぷりのタン塩が乗ってるラーメンをがっつり食ってきたんで、ちょっとね、ちょっと甘いものも食べたいなと。食後のデザートちょっといただきます。今日はこれ、何の動画か言いましたっけ？あ、言ってない。あ、言ってないですか？平山茂の、もう特にないです。いや、大丈夫だよっていうのをただ言いたいんですよ。大丈夫だよって。みんな大丈夫だからって。本当に大丈夫だから。大丈夫だから大丈夫って言ってるんです、僕はね。大丈夫ですから。本当に。大丈夫ですから。で、まあ明日もうクリスマスイブね、明後日はクリスマスということで、ちょっとね、もう先に、もうみんな楽しんでる人よりも先に俺は食べるぞっていうことでね、ちょっとクリスマスケーキ買ってきました。どうですか？セブンイレブンで買いました。メリークリスマス。美味しそうでしょ。いただいちゃいます。うん、やるじゃんセブン。うん、オッケー。さあ、というわけでね、大丈夫だから、大丈夫、あなた大丈夫。さあ、また明日はちょっと明るい時間に撮ると思いますので、またお楽しみください。よろしくお願いします。また10分ぐらいも喋ってますけども、すいません、長くなって。短く3分、1分とか2分で収めたいなって思う気持ちもあるんですけれども、どうしてもこうなってしまうんです。そんな感じです。明日も頑張ろう。大丈夫よ、あなた大丈夫。また明日会いましょう。また明日。それでは皆さん、さよなら。平山茂でした。